復帰復帰。その痛みで私を思い出せ。まだまだ行きます。いいだろう、まだまだ行くらしい。強い手だったからもうちょっとやりたい。3、2、1、前痛い。目障り来い。5分短くね。親を倒すには5分で十分だって。危ないよ。あそこね、あそこ引くの良くない。ああいうところで待っていいですか、そういうの。やい、みんなめっちゃおもろい。みんなめっちゃおもろいわ。で、そ、うまい。やばい、パーセントが欲しい。ふう、ああいうのめっちゃ楽しい。ああいう復帰阻止めっちゃ楽しい。おもろすぎ。ああいうことをしたいから僕はセフィロスを使ってるんですよ。ああいうのがやりたい、もっと。ああいう積み状況っていうの、なんかかっこいいコンボとかそんなんいらないからさ。かっこいいコンボとか連携とかもうそんなんいらない。そんなんなくていいので、もう積み状況を作って気持ちよくなりたいっていうのが僕の本音です。さっきの小6の方
ありがとうございました。小6を復帰でいじめて楽しむおじさん、あのぐさーって刺さるんでやめてもらっていいですか。もうダイレクトに刺さりました、そのコメント。人聞き悪すぎませんか、それ。あまりにも悪すぎる、そのコメントの聞こえ最悪やん、最悪すぎひん。ねえ、あまりに最悪なのでは。失望しました。前田君、僕前様ヒット参加するんです。どうか枠だけは欲しい。いやー無理。前スマできん、やべえ、関西おられんくなる、関東引っ越さないといけない、それだけは。それだけはご勘弁を。声悪すぎたな、小6 小6の復帰をいじめて楽しいおじさん、やば、最悪だ。ファンでしたが失望しました、さようなら、チャンネル登録します。栄光すぎる。みんなこの小6のこの小6の子のコメントあまりにも可愛すぎるんですけど、可愛すぎる。失望しました、チャンネル登録します。何この子、可愛すぎるだろ。なんていい子なんだ。ありがとうございました。またよかったらぜひ対戦しましょう。